皆さんこんにちは。いつも視聴いただきありがとうございます。先日からこの小屋を作ってまして、今回はここに扉を作っていきたいと思います。ではよろしくお願いします。こちらですね、ここにドアを作っていきたいと思います。こっちの壁の方が丈夫そうなんで、こっちに蝶つがいをつける感じかなと。こういう感じですかね。ですね、ちなみにドアを作るのは初めてです。ただですね、毎年ドアを取り外してるんですよね。室内の。鎌倉の家、冬寒いので、冬はドアをつけて、夏はドアを取って、こう、素通りできるような、そんな部屋もあるんですね。ですから、まあ、ドア作ったことないんですけど、ドアは、まあ、年に1回つけて外してということを繰り返してきました。ですから、まあ、大体こんな感じかなというのは一応頭の中にありますと。では、まずちょっと測っていきたいと思います。カエルの鳴き声がする。もうそんな季節なんですね。まあ上が 73.5、 下が 74.5 ですね。1センチ上の方が細くなってます。できっちりに作るとドア開かなくなると思うんで、5ミリ細くしたいと思います。で、上と下の差が1センチなので、そうだな、73でいけばいいのかな。ちょっと一旦73でやってみたいと思います。ちなみに高さが 182.5 ですね。なのでひとまず73、182、まあ5ミリ余裕を持たしてのこう板をちょっと作ってみたいと思います。これ今買ってきた木材なんですけど、35mm×45mm。はい、これがどうなるかですね。こんな感じ。こんな感じでちょっと空いてますと。そして、上の方は、開いて。ちょっとここ空いてますね。大丈夫かな？これいるのかな？まあでも今崩れると困るな。ちょっと。大丈夫かな。そんで、5ミリ削りたいな。さて、できました。はめてみます。あれ。あれ。
ちょっとだな。不思議だ。まあこういう感じですかね。こういう長板を買ってきました。新しくつけるのは初めてなんで、うまくいくかどうか。こうか。違う。こうか。で、一回ちょっとこれでやってみますね。よし、怪しくドアができました。こんな感じで、
いいんじゃないですかね。なんとか動画できました。まあちょっと細かいとこね、いろいろやっていかないといけないと思うんですけど、まずここが塞がっただけでも大きいですね。はい。ちょっと中から見てみたいと思います。で、おお、素晴らしい。中から結構明かりが見えますね。うん、いい感じだ。なんとか動画できました。まあちょっとね、また改良していこうかなと思うんですけど、残るは屋根材ですね。はい、屋根はね、ガルバリウムで行こうかなと考えてます。ガルバリウムの波板ですね。ちょっと買いに行かないといけないのと、あとね、ちょっと今週八幡宮でお祭りがあるんで、交渉作業していいかどうかっていうのをちょっと今考えてます。まあしばらく雨降らなさそうなんでね、大丈夫かなと思うんですけど、はい、というところで今回は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。